ニュース&マーケット、元からニコル日本デビューへ、どうでもいい大塚家具のお家騒動やってますね。何が知りたいって、どっちがいいか悪いかですよね。僕ね、大塚家具の娘さん社長、大塚久美子社長ね、写真画像を検索しました。結果、正しいのは久美子社長ですね。皆さんも検索してもらったら分かると思います。この久美子社長あれらしいですね、一橋大学卒業後、みずほの、いろいろ、合体して今みずほだと思うんですけど、その昔のどこだったかの、銀行入って、それで、そこを退社して、大塚家具入った。でそこで優秀に働いたんだけど、どこまでね本当なのか分かんないですけど、実際僕中見たわけじゃないですけどね、古い考え方、古い考え方なのかどうか知らないですけど、イメージ的に言うと頑固親父、古い感じの頑固親父の経営、哲学と、現代のね、経営であったりみたいなのを勉強してきて、優秀な、久美子社長とは反りが合わなかったようで、辞めてコンサルティング会社作って、ただ、そこから何年か経ちの大塚家具のパパは、長男じゃちょっと物足りなく、やっぱし優秀な娘を起用に継いでもらいたいってことで社長にまた戻ってきてもらったんだけど、やっぱし反りが合わなくって、ダメって言ったら、今度はそのファンドを巻き込んで、アメリカのファンドが、10% くらいで持ってるんですけど株、会社としてね、会社提案で、その会長パパをなめんじゃないよと、今回はもうさすがに久美子社長も黙ってないっていう感じで、どんでん返しになってるらしいんですけど、大塚家具の多分株主で言ったら久美子社長に勝ってほしいって思ってるんじゃないですかね。 VS 構造としては、パパと長男 VS、久美子社長とあと他の兄弟、妹と弟みたいな感じになってたはずです。株の数で言うとそこそこお互いいい勝負、パパが 18% で、娘さんがトップだかなんかの企業企画が、8-9% くらいで、アメリカのファンドが 10% とかで、あとは、機関が、何%数%くらい持ってる、 3%4%5% くらいをちょろちょろ持ってるくらいって感じですね。大塚家具は、僕触ることないですね。写真をね見て、画像を見てもらったら、どっちが正しいのかっていうのは、一発で分かると思います。ランス12億支払いね、ドーピング野郎は本当に稼いだお金を全部返してください。12億ってやばくないって思ったんだけど、でもねこいつはね本当しょうもない。いやファンは多いだろうけどね、ランスね。でもやっぱし悪いものは悪いってねしないとダメだと思いますよ。優勝賞金何百万ドルって言ってたかな、700-800-900万ドルくらいで、それを支払い拒否ったら、プロモーターなのかな、何なの、谷町なのかな、分かんない、保険会社ですよね、ランスを応援してた、拒否したら、いやドーピングじゃねえよとドーピングのおかげで勝ったんじゃねえよっていうことで裁判になって、で結局それを支払ったわけよ。だったらドーピングってことがね、もう確定してんのかな、してんのかしてないのか分かんないけど、もうほぼほぼドーピングしてんだけど、だったらその分も払わないといけないし、12億円当然支払って当然ですよねっていうね、本当にしょうもない男ですよこいつは。でもね、周りがやってたらね、
やっちゃうっていうのもわかるけど、ねえ、朝日新聞のあれもなんか言ってますけど、やっぱしダメなものはね、ダメってね、しないとダメですよ。ということで、次マーケット、はい、じゃあマーケット行きましょうか。日経クソ強すぎっていうかさ、俺ファミリーマートついに10万、含み損が10万いきました。何度も見てるこのチャート、日足だよ、日足ね、まあ上昇してるんだな、週足、僕ここですから、ここで売った瞬間、これ要はね、JPX400 を買ってる、まあ、信託銀行、まあ、年金なんだけど、GPIF が信託銀行を返して買ってるから、こんな爆上げしてるんですよ。これは、まあ、多分武田とかもそうなんだろうな。指数に入っちゃってるから、もう氷も全体的に上がってるし、要はもうそういうことなんですよ。もう、本当にクソだわ、マジで。もうね、今年、少なくとも今年はもう買いしかやる。まだもう今更なんだよな、2013年、14年、15年。売りで死んできたけど、もうさ、こんなの、まあ、今更分かってるんだけど、ね、国策でやってるんだから、売るなと。でも、売っちゃうんですよ、売り豚の僕はね。もう、売り吉の僕は売っちゃうんですよ、上がってくると、もうブラックバスだから。ということで、損切りしますよ、10万円。マイナス、含み。評価損が10万超えました。たった1枚で10万ね。はあ、本当にクソだわ。先物も担がれる、だからもう CFD が一番、先物が一番難しいね。おお、先物が一番難しいんだな。もういいわ、はい。